そうです、まあ、この店舗できて、まあ、この商談室もそうですけど、なんかこう今までのフレックスじゃないこう商談スペースというか、なんかカフェ的なこうスペースになってたので、まあ昔って結構こうゴリゴリの4駆リフトアップして5インチとか6インチも上げてお風呂とかしてなんですけど、やっぱまあ時代の流れも多分あって、こう今車ランクルもそうですけど、こうファッションの一部としてやっぱ選ばれる方も多いなって感じてるので、こう敷居はこうすごく低く、遊びに行く一部としてこうお店にこう気軽に来てもらえるようなお店作りにはしたいかなと思ってますね。まあ、入間市のこの多分店舗にあるところはまあディーゼル規制地域なので、現状のままじゃ乗れないものもあるんですけど、もちろんその乗れるように規制解除のカスタムも受けたまってますし、まあ、はたまたま圏央道の入間インター降りてすぐで、圏央道だとそれこそ茨城のつくばとか千葉の成田の方までつながってますので、そっちの乗られる方だったりだとかで、今までいたこう長野県のお客さんとか群馬の方もやっぱ乗れる地域の方もいらっしゃいますし、アクセスもしやすいので、一旦ちょっと置かせていただいてやっていこうかなと思ってますけど、フレックスの中でもなんて言えばいいですかね、工場付きの店舗ってまだ全然多くなくて、で新店舗はこれから多分工場をつけていこうっていう流れになるんですけど、まあ販売からこうカスタムと車検と、まあディーラーさんがやってるようなことをまあフレックスでもやれれば、まあお客さんにとっても、まあ僕らもお客さんに提案もしやすいですし、まあ販売から車検とカスタムまで、まあトータルでサポートさせていただければなと思ってます。アウトドア好きが講じて調べて、で今で言うと多分ネット SNS がこう、まあ、当たり前のようにこう皆さん多分使われてて、で多分その写真拾って気づいたらこれがランクル、あランクルなんだ、サーフなんだって知られるお客様も多分多くて、で多分調べていただくと多分おのずとこうフレックスってこう上に出てきて、で、まあ、新車もやってるのもあって、結構そのなんか行きづらい、なんか敷居が高いとかって思われる方とか結構耳にするんですけど、本当全然そんなことなくて、もう別に買う買わないとかじゃなくて、遊びに来る感覚でお店に来ていただければと思ってるので、ぜひお気軽にお立ち寄りいただければと思ってます。6年ぶりぐらいのランクルだけの独立店でオープンした形になるので、それはそれで気合も入ってるんですけど、リノカ店がオープンしたんでちょっとごっちゃになりがちなんですけど、リノカの車もやるんですよ。ただハイエースのリノカはやらないです。でもランクルのリノカはやります。でも普通のランクルの方の比率が多いです。それがランクルでの特徴かもしれないですね。だから何が違うわけでもないんですけども、ただよりこう細かいエリアをこうエリアをこう分けた時に、埼玉の東の方から大宮とか浦和ぐらいまでとか、その辺まではその上尾のお店が管轄、もしくは最もあっちはリノカ店なんで、もっと上下も北も南も含めて回収できるような形で作ってるんで大きいんですけども、ここはよりこう地元に密着した感じだったりとか、圏央道からすぐだったりするので、山梨だったり八王子だったりっていうのところから、この狭山入間エリアというか川越とかも含めて所沢も含めてっていう、この西部をこう重点的に攻略するために誕生した店って思っていただけるといいかなとは思いますよね。だからそのためにその整備工場だったり認証工場だったり、ここはストックヤード広く取ってあるので、だからここに在庫がまあ25台ぐらい、30台マックス30ぐらいだと思うんですけど、じゃなくてそれ以外にもあるので、逆に来る人はこれしかないのかじゃなくて聞いてもらってみたりしたら、新しく入ってくるのとか整備中のやつだったりとかっていうのがあったりするので、逆にそういう利用の仕方もしてもらえればななんて思ったりします。ランクルっていうトピックスで言えば、サンディエゴにランクル US ランクル店のまあフレックスサンディエゴ店っていう言い方が正しいのかな、まあ、ハイエースお金でランクル系になっちゃうんですけど、4駆系になっちゃうんですけども、それが今鋭意制作中、準備中、5月ないし6月ぐらいをめどに、なのでそれがあるんですけども、それをまあビッグニュースとして、うちの初の海外店舗ですねが
オープンする予定です。でこれができることによって何ができるかというと、まあ、いろいろその総合でいろんな物流ができたりとか、あのアメリカのね、あの日本人が欲しい今アメリカに売ってる車が日本に持ってこれたりとか、逆にアメリカの人が欲しいあのリノカとかも問い合わせ多いわけですよ、まあ、80だったり、あとあのヴィンテージの60だったりっていうのも含めて、そっちを持ってって売ることもできるし、リノカを日本で仮装してあのメイドインジャパンじゃないですか、そうするとうちで日本で作ってるわけだから、それを海外に持ってってっていうような技もできるので、その我がコロニーをこう広げていけるかなっていうのを期待してます。イルマ店、あの本当にロードサイドで、じゃあなんなら周りに後ろドン・キホーテさんだし、正面ニトリさん、ニトリさんを目印に曲がってくるんですからね、ここはニトリさんだったりとか、あとは逆サイに行けばあのコストコさんだったり、アウトレット三井のアウトレットさんだったりって あるので、その遊びに気がてら帰りに寄ってもらうとか、じゃ あの購入したり、その後この辺に住まれてて今まで店舗がなかったうちのユーザーさんだったら、ここで整備してたり車検してる間にちょっとどっか行ってくるわっていうことができたりする店なので、意外に使い勝手がとってもいいのかなっていうのと、こうちょっと角地でなんか明るく見えるんですよね。まあ今日晴れてるのもあるんですけど、でもまあ入りやすいし雰囲気もいいお店だし、あの店内もあの2023年度版のフレックスの店舗の内装に変えてるので、とってもあの洒落てて居心地がいいんじゃないかなと思いますので、ぜひこの埼玉西部だったり東京西部だったりっていう人だけではなくね、あのもっと地方の方もあの遊びがてらに来てもらえればななんて思う次第でございます。